いですか？失礼します。タクトさん、さっきのお話ですけど。なんかタクトさん怖い顔してますけど、何かあったんですか？本当に何でもないんですか？忙しかったらまた今度でも。タクトさん、夕焼け空が綺麗ですね。ホログラフだって分かっていても見とれちゃいます。はい、あ、そうでした。場所はこの辺りにしましょうか。でももうちょっと向こうの方がいいのかな。そうですか。それじゃ一緒に作りましょう。作ればすっごく大きいのが作れますよ。はい、私子供の頃から大きなお家を作るのが夢だったんです。だけど子供の時は手がちっちゃいからちっちゃいお家しかできなくて、大きくなったら絶対にすっごいお家を作ろうって決めてたんです。
つ言ってないことが。眠る前には、お休みのキスをして眠りたいなって。タクトさん、マイヤーズ司令、マイヤーズ司令、至急ブリッジにいらしてください。繰り返します。マイヤーズ司令、ブリッジにいらしてください。あのタクトさん、それじゃあ私行きますね。付き合ってくださってありがとうございました。それじゃあ。そうだ、伝え忘れてました。後でみんなで千歳の部屋に集まろうって話をしてたんです。タクトさんもよろしかったらどうですか？さあ、それは聞いてないんですけど。なんでもちょっと変わったものが見られるそうですよ。もちろんです。はい、待っていますね。タクトさんもご一緒されるんですね。はい、もちろん。人数が多い方が楽しいですし。それにしても遅いわよタクト、みんな待ってたんだから。あら、それだけではございませんでしょう。砂を落とすのに大変なようでしたし。砂？え？私何も言ってませんよ。あら、私タクトさんの爪の間に砂が混じっているのが見えたので、そう言っただけですわ。あら、どうしてミルフィの爪の間にも砂が入っちゃったりしちゃってるのかしら。疑惑の二人。あらあら、まあまあ、お二人でそんなことまで。何してたの、ビート？それは私の口からはちょっと。ほほう、気になるね。気になりますよね。